セレナの魅力20個ということでめちゃくちゃ多いっていうね、ちょっとこの後フリードの先行展示会に出かけるんで、パパッとやっちゃいましょう。じゃあ魅力一つ目ですが、やっぱり便利な、地味だけどめちゃくちゃ嬉しい、オートブレーキホールドがメモリー式になってると。これは現状日産とホンダのみですね、国産では残念ながら。昨今、輸入車とかではね、もうアウディとか、フォルクスワーゲンとか、BMW であるとか、当たり前になってて、ミニとかもね、液晶からセレクトだけど、もう、液晶の、一回押しちゃえばね、もう押す必要ないとかね。フィアットとかもメーターの中からいろいろ設定してガチャガチャやるんですけど、あれもメモリ式になってるんで、いいということで、まあ、オートホールドのスイッチとか電波のスイッチは、もうセレナって見えないとこにあるんですよ。まあでも、メモリされるんだったら触んないし、それはいいと思う。それよりはドライブモードセレクトのスイッチとかもうちょっとなんか配置考え直せっていうのは思うけどね。前のね、セレナの不満多数って動画でね、最後に言った、各種スイッチ、とっちらかりすぎ問題っていうので、スタートストップボタンの位置とか、ドライブモードセレクトのボタンの位置とか、E ペダルのボタンの位置とか、EV モードのボタンの位置とかがなんかもう、あっちやこっちや、なんかいろんなとこにあって、大変だよっていう。なんか、人馬一体とか、手綱コンセプトのかけらもねえよっていう。落馬コンセプトだとか散々言ってやりましたけど、まあ、メモリーされるなら電波のスイッチはもうなくていいと思ってるんで、オートホールドのスイッチはね、電波のスイッチは必要だけどね、緊急時に使うぐらいかっても。じゃあ魅力二つ目ですが、ハーフバックドアと。まあ、これパワーリアゲートのフリーストップ機能とかと、まあ、よしあしあります、どっちも。軽いものとか、そんなに大きくないものを積むときはハーフバックドアの方が早くて便利。ただ、逆に重たいものとか積むときって、バックドア 0.5 枚分を上げなきゃいけないんで、そういう意味では確かに、フリーストップドアの方がいいときもある、うん。これはね、よしやしだと思うし、積むものによっても変わってくるんだよね。だから瓶とかを積むときは、これだとちょっと、よっこら、ちょっとね、危ないから、フリーストップの方が便利だったりする。ただ、なんかちょっとしたトートバッグを入れるとか、なんかそんなに大きくない荷物とかだったらいいと思う。多分、大きい荷物とか重たい荷物だと、ハーフバックドアの弱点っていうのは、0.5 枚分上げなきゃいけない。で、ここら辺のガーニッシュに、その重たいものをゴンって当てちゃうっていう、傷になるやつなんで、その辺はね、だからどっちか、どっちが多いかですよね。軽いものとかを入れる機会が多いのか、瓶とか、お盆とかだとね、やっぱ、瓶ビールを買ってね、なんか親族の人たちがいっぱい集まって飲むみたいな、昔田舎でありましたよね。もう最近は、田舎でもそういうのなくなってますけどね。僕都内なんですけど、なんで田舎の話してるかって、うちの母親の実家がすっごい田舎だからだね。うん。コンビニない、あの街は。やばい。普通にやばい。っていうことで、ちょっとめちゃくちゃ笑っちゃったけど、笑ったら取り直せって、うるせえって田村さんの真似を入れて、まあ、ハーフバックドアは、まあ、よしあしあるけど、軽いものとか、そんなに大きくないものを積むときは便利。重たいものとか、でっかいものを積むときは、ここのガーニッシュのとこ、傷になっちゃったりとかするから、まあ、よしあしというところですね。三つ目の魅力ですが、フル LED の透過類と。ノアボクシーとか一部豆球なんですよ。ボクシーはリアウィンカーが豆球で、ノアはアダプティブ LED ヘッドライト、ALH のオプションつけないとフロントのウィンカーが豆球なので、この辺は日産とかステップワゴンとかいいですよね。日産じゃセレナか。ノーとオーラとかはね、ナンバー灯が豆球だったり、エクストレイルはリアウィンカー、バックランプ、ナンバー灯全部豆球だったりする中で、まあ、セレナはフル LED、ナンバー灯まで LED、嬉しい仕様と。エクストレイルとかよりもいいと。魅力の4つ目ですが、これまた日産車にしては珍しい。ルームランプもちゃんとフル LED、ラゲッジまで。ステップワゴンとかね、確か2列目のランプが豆球だったんですよ。で、セレナはアンバーに光る LED なんですよ。なので、この辺はね、エクストレイルとかよりもいいし、ライバルのステップワゴンよりもいいということですね。で、あれなのかな、2列目のランプ、ステップはもしかしたらあそこからリアモニターの電源取るかなんかの都合で、もう豆球にしといたのかな。でも、リアモニターと別でルームランプあるもんな。何なんだろうね、あれ。じゃあ魅力の5つ目ですが、ルキシオンにのみヘッドアップディスプレイある。これはまあ魅力ですけど、ちょっと要望としてはハイウェイスター V とかにもつけれるようにしてほしいなっていう。ノアボクシーは Z グレード、SZ グレードでつけれると、まあ、最上位グレードですけど、セレナでいうとこのハイウェイスター V なので。まあ、マツダ3とかで300万円クラスの車にも今ついてますから、ヘッドアップディスプレイ。
その辺はちょっと日産ももう500万以上の車じゃないとこれがつくかつかないみたいなのをやめてほしいなっていうのは個人的感想ですね。やっぱヘッドアップディスプレイ便利だし、ヘッドアップディスプレイついてない車しかもう買わない宗教っていう、僕普段ね電波鏡とかアラウンドビューモニター鏡とかシートヒーター鏡つって電波ついてる、電波とホールドついてる車しか買わないとか、アラウンドビューモニターついてる車しか買わないとか、シートヒーターついてる車しか買わないっていう、そういうね宗教言ってますけど、それみたいな感じでヘッドアップ鏡っていう宗教もある。僕はヘッドアップあったら嬉しいぐらいで、別になくてもいいっちゃいいんだけど、まあ必須教の人もいるんでね、ぜひ日産さんもこの辺は検討していただきたいなと思います。オーラにもつけてほしい、本音を言うとね。じゃあ魅力の6つ目ですが、ステアリングヒーターがあると。ステッパーゴンにはない。でしかもこのステアリングの検知は静電容量式になっているので、ギュッて握ってなくてもいいと。まあ確かオプションとかだったかもしれないけどね。じゃあ魅力の7つ目ですが、ワイヤレス給電地域があると。これライバルのミニバンにはないので、この辺もいいですよね。果たして使えるかどうかですけど、少なくとも 10R は使いました。僕前に 10R でノートのワイヤレス充電置かしてもらったんだけど使えたんで、多分でも 14ProMax とか無理かな、分からんけど。じゃあ魅力の8個目ですが、 e パワーには 1500W のコンセントがオプション設定されてると。ステッパーゴンとかね、ハイブリッドモデルでもコンセント選べないんで、この辺はやっぱ日産エクストレイル以降はね良くなってますよね。トヨタとかだとね、コンパクトカーとかにもついてるんで、その辺はやっぱさすが世界のトヨタやなと思いますけど、まあセレナにもついてるよと。じゃあ魅力の9つ目ですが、キャップレス給油口っていうことで、まあこれも細かいとこだけど、まあキャップガガガって開ける必要がないよと、ノズル差し込んじゃえばいいと。エクストレイルも確かキャップレスでしたよね、最近の。これねいいと思うけどな。で別にほらキャップレス給油口の中になんかいたずらしたらどうなのかって言われるけど、セレナの場合はフュエルリッター開けるのに、あの中からガッてやんなきゃいけないんで、ロックしとけばね開けれないですから、ガソリンも盗まれないと、安心設計ということで。魅力10個目は3列目の装備が充実していると。3列目からねスライドドア開けれたりしますから、まあでも3列目そんな広くないんでね、テーブルあるけど、そこはねちょっと親って思うとこではあるけど。じゃあ魅力11個目ですが、オッドキャストが使えると。ケーブル1本でノアボクシー2本必要ですからね。オッドキャストって何ぞやって言われると、アップルカープレイがアンドロイアップルカープレイにカーナビに挿すだけ簡単、テレビキャンセラー工事とかしなくても YouTube、Netflix、Amazon プライムなどの、まあ、動画とかがめちゃくちゃ見れると。でこれが使える車ってまあ、基本カープレイついてれば使えるんだけど、一部スバルの車とか BMW とか、あとホンダも以前は使えなかったんですよね。最近はあの P3 って新しい機種から使えるようになりましたけど、ステッパーゴンとか前対応してなかったんで、ピカソ2以前のやつは。でこの P3 っていうやつならまあホンダも使えると。でこれがあることによってまあテレビキャンセラー工事なしでも YouTube とか Netflix、Amazon プライムが見れちゃうんで、メディアのスロットないのはこれで代用できると俺は思ってるけど、リアモニターに映すときには若干不便を感じる。まあいろいろあるんでしょうけどね。でセレナの場合は後で話しますけど、メーター内に地図が表示できたりとかするし、そういうところでね。でさっきルキションにはヘッドアップディスプレイがあるって言ったんで、まあメーターとヘッドアップディスプレイにナビの情報とプロパイロットのインジゲーターを割り当てておけば、カーナビをオッドキャストに明け渡せることができる。これは残念ながら、国産でオッドキャストとの相性がいい。メーターに地図を表示して、ナビをオッドキャストに明け渡す。で、ヘッドアップディスプレイにも情報が表示されるっていうのは残念ながら日産だけです。スバルの車はオッドキャストがそもそも使えないっていうとこと、ヘッドアップディスプレイがついてないので、まあメーターだけで足りるっちゃ足りるけど、まあ、スバルはそこがダメと。でトヨタはメーター内の地図が使い物に明らかにならないんで、なんちゃってぐらいの感じなんで、残念ながらこれができるのはもうエクストレイルとセレナのみ、あとアリアか。アウトランダーもいけるね。アウトランダーもメーター内に地図常時表示できるし、ヘッドアップディスプレイもあるから、そうなるね。ちなみに日産系はケーブル1本で基本いけるはずです。ノートもオーラもフェアレディ Z もリーフは覚えてないけど、サクラもいけるはず。リーフも多分オーラとかと同じシステムだったらいけるはず。で、あと同じシステム積んでるのはトライトンと EK クロス EV。他の軽自動車、ガソリンの軽自動車はあのナビがないので、日産コネクトナビつけれないんで、日産三菱にはダメなんですけど、まあ、
アウトランダー、EK クロス EV、トライトンもケーブル1本で同じシステムだから使えるはずで、エクストレイル、アリア、セレナも使えるというところで、ケーブル1本で使えるのはトヨタよりいいですよ。レクサス NX とか、今はどうか分かんないけど、初期型とかね、ケーブル2本必要でしたから。じゃ魅力の12個目ですが、インテリジェントルームミラーが X グレードからあると、まあベースグレードっていうか中間グレードなんですけど、X って日産ではね。S がありますから、一応ね、下には。セレナはないけど、S グレードっていうのが日産にはあって、それがベースなんでね、その話はちょっといいとして。まあ、ステップワゴンにはデジタルインナーミラーはディーラーオプションなんですよ。で、あれやっぱ後付け感とか、やぼったさ的な部分で、あんまりおすすめしてないのと、あれ付けるなら、社外品のドライブレコーダー付けた方がいいだろうっていう。ので、まあ、ホンダのあのディーラーオプションのデジタルインナーミラーは合ってないようなもんだって言ってますけど、普段ね。で、ノアボクシーには Z と SZ のみなんで、この辺は日産の方が、ケチ臭くなくてよろしい。じゃあ魅力の13個目ですが、ドライブレコーダーが内蔵されてると。これノアボクとかステップとか内蔵されてないので、いいですよね。最近やっぱメーカーオプションナビになって、ドライブレコーダーの映像がナビで見れなくなってるっていう純正のやつつけてもですよ。傾向にあって、エクストレイルとかノートオーラとかそうなんですよ。アリアとかね。純正のドラレコつけても日産コネクトナビには映せないから、不便なんですけど、これでようやく日産車も、日産コネクトナビにドライブレコーダーの映像が映せると。早く、オーラとかエクストレイルとか、アリアとか他車種にも展開してほしい。じゃあ魅力14個目ですが、コネクト機能もまあまああると。オペレーターサービスついてるということで、レクサスとかだとね、まあ、オーナーズデスク有名ですけど、実は日産にも目的地設定ぐらいはできると。これ三菱のね、同じ三菱コネクトではできないですから、ここもまあ日産の方が優秀と。じゃあ魅力15個目ですが、プロパイロットパークが E パワーにはあると。ステップワゴンとかね、自動駐車ないですから、多分これサイドの巻き込みのパーキングサポートブレーキも、プロパイパークついてれば止まるんじゃないかっていう説はある。まだ分かってないんで、あの自動駐車のソナーがあれ、静止物に対するブレーキついてるのか知らないですけど、まあまあまあということで。自動駐車があるのは便利。で、ルキション二宮の前後だけあのリモコンでね、できるっていうのありますけどね。じゃ魅力の16個目ですが、メーターがいい。まあパーソナルディスプレイはないけど、地図は表示できる。で、E パワーはプロパイロットの情報にすると、ブレーキインジゲーターは表示できるし、で、いろいろ情報を切り替えて表示できると。いうことで、この辺はやっぱ日産のインフォテインメントは素晴らしいですよね。じゃ魅力の17個目ですが、人工知能、ハロー日産とアレクサがついてると。要は窓開けてとか言ったら窓開けてくれたりとか、エアコンの温度の調整とかを人工知能でやってくれると。だからこの前ね、タッチパネルの操作系になって、落馬コンセプトだとか散々言いましたけど、まあ、人工知能に頼ればいいと。で、目的地設定も、ハロー日産よ、青山のインターナショナルギャラリーに行きたいって言ったら、ハンズフリーでできますし、もう一個ね、あの、オペレーターサービスにつないで、ハロー日産、じゃあ例はオペレーターサービスにつないで、レクサスの青山のインターナショナルギャラリー行きたいんだけどって言ったらちゃんとナビ入れてくれるという。入れてくれんのかな、でもレクサスを目的地にしても。ダメかな、さすがにそれは。若干オペレーターのお姉さん怒るだろうね。じゃあ魅力の18個目ですが、ナビの性能がいいということで、ボイスコマンドもさっき言った通り使えるし、地図の二分割表示も最近ではレクサスではできなくなりましたけど、できなくなったりとか、高速のインターの予想通過時間が表示されないなんてアホなこともないし、オーディオの情報がフローティングで表示されていたり、あと、ウィジェットみたいな感じで情報を割り当てることができたりとか、ここのショートカットがオーディオ選択画面になって消えるなんてそんなアホなこともないと。で、さっきメーターのところで言いそびれたけど、E パワーのエネルギーフローが某レクサスみたいに作りかけのミニ四駆になってないというところは、やっぱ日産車この辺はいいですよね。レクサスもちゃんとこのナビの UI は見習ってほしいですよ、本当。じゃあ魅力19個目ですが、プロパイロット 1.5 から 2.0 ということで、グレードによって違うんですけど、 X は 1.0 だから、まああれですけど、 XV グレード以上だと 1.5 はついてると。で、ルキシオンのみ 2.0 ってハンズオフが全車速でできちゃう。もうやっちゃえ日産ですよ。そういう機能がついてると。いうことで、もう普通に新東名とか乗ってすぐハンズオフができるわけですよ。で、プロパイ 2.0 のすごいところは、ナビリンクで目的地を設定してると、
この先どこどこジャンクションでどっちの方行くんだけどレーンチェンジアシストしますかっつってボタン押したらレーンチェンジしてくれるっていう機能があるんですよ。だから高槻で新名神入るからボタンポチッと押せばそのタイミングでレーンチェンジアシストしましょうかって出てポチッてボタン押してハンドル握ってくださいウィンカーカチカチ出す自動レーンチェンジしますでまあいろいろ状況が揃えばハンズオフができるっていうそういう機能効いた装備があるんですよ。でこの先ハンズオフが切れるのが事前に分かってるところだとカーブがきついとか料金所とかだとハンズオフやあの緑アイコンになってハンドル握ってくださいってヘッドアップディスプレイにも表示されますからね。であとなんだっけこの先合流に注意してくださいってメーターにも表示されると、まあ、合流車両いなかったらそのままハンズオフでいけるとかね。結構だからプロパイ 2.0 すごいなって思いましたね。じゃあ20個目これ最後ですが納期が早いと速度車とかもあるんじゃなかったっけセレナって今だから買えるって意味ではノアボクシー今受注止まっちゃったんで いいとは思うけどね。よしあしやりますよどれだって。逆にノアボクシーが優れてる点もあるし劣ってる点もあるしステップの優れてる点劣ってる点もあるんでどれ買ってもいいとは思うけどまあルキシオンはおすすめできるかなってヘッドアップディスプレイつくからっていうヘッドアップねあるかないかだったらあるグレード選ぶもん俺。ご視聴ありがとうございました。